はい、皆さんこんにちは、トトリキングダムです。今日も元気に盃やっていきましょうということで、今日は最強の花粉の作り方ということでやっていきたいと思います。花粉の動画早く出してほしいということでコメント、いただいてました。がちょっと遅くなってしまって申し訳ございません。というのも花粉はですね、ちょっと試合の流れっていうのを、100試合、そんなにないかな、かなり、重ねてちょっと動きを確認したいことがあったので、ちょっと時間がかかってしまいました。すいません。はい、でまず花粉の作り方ということで見ていきます。まずスキルから見ていきましょう。スキルですね、もともとのスキル構成がロングパス2つとパスカット1つという状況ですね。ここに残り2つ何を乗せたらいいかということなんですが、1つここでですね、 SWCC の今回のプラチナ、ごめんなさい、ダイヤモンドディビジョンの、決勝トーナメントを見ていただくと分かると思うんですけど、サイドバック、このカフの位置にですね、ブラジルの、サイドバックはダニーロを使っている監督さんが多いですよね。でこれはカフがまだいなかったのでダニーロっていう形なんですけど、ダニーロ、強豪さんを見ていただくとロングパスが3積みになってるんですよね。もともと2つついているものにプラスで1つロングパスを乗せてます。でこれをですね、参考にしている監督さん多いと思います。花粉作る上でこれを参考にして、あ、なるほどと、このブラジルのセレソンの、右サイドバックはロングパス3積みがいいんだって言ってつけてる方も多いかもしれませんが、これはですねちょっとおすすめしません。はい、でなぜかというとですね、ダニーロがロングパス3積みなのはこのプレースタイルがクロッサーだからなんですね。でこのプレースタイルの、この30って書いてあるやつがもうそもそも緑色ですよね。もうかなり攻撃的な選手がダニーロという形です。でクロッサーっていう形で数多くの、チャンスシーンでクロスを上げるチャンスが多くなってくるので、クロスを3積みにして、かなりの高確率でどれかが発動するようにしているのが、強豪さんが作り上げているダニーロなんですね。でカフーはそれと比べるとバランスサイドバックなんですよね。なんで守備と攻撃がかなりバランスよくステータスが振られているだけでなく、 AI も、要はこの選手がどう動くかっていうことですね、もうちゃんとバランスサイドバック系統に作られてます。なのでダニーロとは少しシーンが変わってきます。なのでロングパス3積みはおすすめしません。どちらかというとバランスサイドバックらしく、あらゆるシーンでスキルの発動チャンスがあるように作っていくことをおすすめします。そこでどういった風にスキル構成2つつけたらいいかということなんですが、まず1つの考え方として、1つ目はディフェンシブなものを入れてテクニカルパスカットとディフェンスを乗せて2つはディフェンスに振るという形が考えられます。なのでテクニカルパスカットと、ここに S のパスカットを乗せてパスカットを2積みにするパターン、それからテクニカルパスカットと S のタックルですね、デストロイタックルとか、バッファロータックルがあればベストだと思いますが、そういったものを乗せると。なので1つ目のスキル継承は守備系パスカットかタックルのどちらかを乗せるのが正解だと個人的には思います。続いて残り1つはどうしたらいいかっていうと、これはドリブルをおすすめします。はい、でなぜドリブルなのかというと、バランスサイドバック、ボールをカットするシーンも多ければ、そこから持ち上がっていくシーンも多いです。あとは中盤からパスを受けて持ち上がっていって、右サイドの、トップにラストパスを送るとか、そういったシーンも多くなってきます。要はサイドを駆け上がったりサイドを走る動きっていうのがカフーは多くなってくるので、そうなってくるとここでドリブルスキルを持っていれば発動する可能性が出てきますし、持ってなければもうそこのシーンって何も発動しないですね。ラストで、このロングパスが発動するかしないかってことになってくるんで、個人的には見てたら、ドリブルスキルっていうのがかなり有効的なんじゃないかなというふうに思いました。ここに見ていただきたいのがこちらの花粉ですね。とある競合さんの花粉、すいませんちょっと、勝手にお借りしてますが、
リベンジパスカットにブレイクドリブルですね、まあ、正直これが一番、まあ、答えに近いんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、で、もう一つこちらですね、こちらも強豪さんの花粉ちょっと、見させてもらってます。同じくドリブルとタックルスキルという形になってますね。で、要はこれの違いはですね、まあ、当然その、スキルのあれも違うんですけど、まあ、パスカットとドリブルかタックルとドリブルかの違いですね。で、これはどっちが正解かっていうと、まあ、特にはないかなと思います。っていうのはカット&フィードですね、カット&フィードがついてるので、これが例えばですね、ロングパススキルのみとかパスカットスキルのみとかってなってくると遺跡トークンの乗せ方が限定されてくるんですよね。そうなってくるともうここはパスカットのみにしちゃった方がいいかなって個人的には思いますが、まあ、ここがカットとフィードがついているおかげで、まあ、あの遺跡トークンのバリエーションが少し緩和されるので、まあ、タックル、こっちみたいにタックルとドリブルでもいいのかなというふうに思います。はい、ということで、スキル構成はこんな感じですね。守備一つ乗せてドリブルっていうのがおすすめですね。で、ただ、一つ注意してほしいのは、これ右サイドの同じサイドにいるトップの選手の、プレースタイルを見てください。そこで多分多いのはムービングフォワードだと思うんですよね。で、そうなってくると今、説明させてもらった通りでいいと思いますが、例えばここがテクニカルドリブラーとかクローサーとかなかなかないと思いますけど、テクニカルドリブラーの場合はあるのかな。ってなってくるとここはですね、個人的にはもう守備2つとも、 もうパスカットとタックル乗せちゃうっていう、乗せ方に個人的にはすると思います。なので、お使いの右の、ウィング、まあ、トップがムービングフォワードだった場合、もしくはフィニッシャーだった場合は今説明した最初に説明した通りのこういった形ですね。でも、もしテクニカルドリブラーとかだったら、まあ、守備に固めた方がいいかなというふうに思います。はい、スキル選びは以上になります。で、続いて、遺跡特訓ですね。これ遺跡特訓活かしてますけど、全然これは終わってません。何度も付け替えようとは思ってます。遺跡特訓を見ていきたいと思います。まずはじめにですね、パスカットスキルとロングパススキルの発動が大アップしてますので、もしパスカットとドリブルにした場合は、一つはドリブルで、もう一つはこれはチェインフィードイルペンドリーノを上げたければロングパス。はい、だからドリブル、まあ、アンタッチャブルですね、アンタッチャブルを乗せて、もう一つはパスカットを上げるインターセプターを乗せるか、アンタッチャブルを乗せて調律師ですね、ロングパスを乗せるかのどちらかですね。なんでアンタッチャブル調律しかアンタッチャブルインターセプトっていうのが個人的にはおすすめです。はい、ただし、こちらですね、タックルとドリブルを選んだ場合、タックルとドリブルを選んだ場合はここは守護者、まあこれボーダー者ですけど、守護者アンタッチャブル、もしくは守護者調律師がおすすめですね。はい、遺跡特訓の選び方はそんな感じです。で、もう一つのパターン、先ほど言った右のウィングがテクニカルドリブラーとかクロサーだった場合は守備にしますよって言った場合、まあ、その時はもう文句なしで守護者と調律師、もしくは守護者とインターセプターのどちらかですね。はい、ドリブルスキルはアンタッチャブルがないとちょっと発動位置済みだときついんですよね。なんで個人的にはアンタッチャブルは乗せたいかなというふうに思ってます。はい、続いてアクセサリーですね。で、アクセサリーなんですけど、これはですね、2つ考え方があって、1つはダンブロージョのアクセサリーですね。イタリアを周回することで手に入るダンブロージオのアクセサリーがコンボ効果が回復っていうのがあるんですよ。
なんでコンボ効果回復っていうのは、前半疲れてても後半に回復してくるっていう、コンボ効果なので、それ結構大きいんですよね。なんでダンブロージオの、アクセサリーで固めてしまうか、ただダンブロージオのアクセサリーを強いのを3つ揃えて、それを全部レベル5まで持っていこうと思うと相当周回しなきゃいけないですよね。ってなってくるときついので、今ツアーで来てるアクセサリーがおすすめですね。まずパスカットつけてるんだったらセレステですね。このセレステのあのキャップは正直今回来てるツアーの大当たりですね。一番の大当たりです。パスカットスキルの、発動率を上げるアイテム、アクセサリーっていうのは過去に1個しか出てないんですよね。確か前田大然ですね。でも前田大然センターフォワードのみの着用なんで、このオール着用条件がオールでパスカットスキルの発動率がショーアップするっていうのはもうこのセレステのニットキャップだけだと思います。なのでもうこれ最高です。もう絶対にこれは集めといた方がいいと思います。なので一番おすすめのアクセサリーはこのセレステのニットキャップをアイテムをつけましょう。で続いて上半身、上半身は特におすすめはありませんので、今のツアーはシルバーアクセサリーがどんどん手に入ります。シルバーアクセサリーはステータスが2つ乗っかってきますので、こういう風に2つ乗っかって、強いものっていうのをもうつけていけばいいかなという風に思います。はい、これは当然ですね、リーグ周回のもので、あのロングパスが上がるものとかそういったものをつけたいっていうのはあると思うんですけど、正直もうシルバーアクセサリーを、いいものを取ってそれをレベル5にするっていうのはかなり、労力がかかるので、もうとにかく今のツアーで、シルバーで2ついいものが乗ってればもうそれでいいと思います。はい、で下半身ですね。下半身のおすすめはもしタックルを乗せてる場合ですね、タックルを乗せてる場合はもうこのエレキポ一択ですね。でこのエレキポも今来てるツアーで2番目ぐらいに優秀だなと思っているアクセサリーですね。これもタックルスキルの発動率がショーアップするっていうのがついてて、着用条件はオール、さらにディレイ意識がショーアップするっていうことで、タックルスキル発動率を上げたい選手っていうのはボランチだったりとかセンターバックだったりとかサイドバック、ディレイ意識も上げたい選手が多いので、これはかなり優秀かなというふうに思ってます。はい、なのでタックルを乗せてる場合はこのエレキポですね。でタックルを乗せてない場合ですねは何がいいかってなってくると、はい、こちらですね、デロッシのパンツ、ディレイ意識上げてロングパススキルの発動率がショーアップっていうのがあると思うんですけど、これが一番いいですね。やっぱりもともと持ってるチェインフィードの発動率も上がりますので、デロッシのパンツがあればもうこれが非常に良くないいかなというふうに思いますが、これもやっぱりきついんですよね、集めるの。あのガチ勢はもうがっつり集めてると思うんですけど、そうじゃない場合はもうこのデロッシのパンツだけを集め続けるっていうのは非常に難しいので、そうなってくるともうこのツアーで手に入るシルバーアクセサリーで2つ優秀な、数値が載ってるものでいいんじゃないかなって個人的には思います。以上がアイテムの選び方ですね。で一つ質問があると思います。これ例えば、パスカットのセレステ、これを乗せるんだったらこのパワー見習いを揃えるためにセレステのパーカーとスウェットパンツを揃えた方がいいんじゃないですかって思うと思います。それも一つの手だと思います。おそらくパワーの見習いっていうのはパワーの数値が、上昇するバフ、だと思われますが、どれぐらい上昇するかとかそういったことちょっと見られていません。数値上は全く反映されていないっていうのは確認してますが、なんで、例えば見習いっていう、まあ、名前からしてそこまで上昇しないと思うんですよね。でだとしたらもうそこは無視して、スキルの発動率がショーアップするものだったりとか、あとはこのステータスが高いもの、多分ショーアップぐらいだと思うんですけど、極小アップかだとしたらここを考えた方がよっぽど上がるんで、そういう意味でこの見習いっていうのは無視していいのかなっていうふうに個人的には思います。あと例えばユデントスのこのタックル丸、このタックル丸っていうのはタックルの、スキルの発動率ショーアップなんですね。そんなのだ別にここでわざわざ3つ揃えなくても、さっき言ったこのエレキポのパンツは一撃でタックル丸がつくわけですよ。って考えたら、まあ、その選手に合った最高のベストの、アイテム、アクセサリーを3つ並べる方がよっぽどいいんじゃないかなと。
まあ、いうふうに思いますね。この見習いとか程度だったら。ただリーグにある、シルバーアクセサリーのコンボ効果、回復とか根性とか前田大然の途中出場とか、この辺はものすごく強いと思いますので、まあ、これは別の話です。ただツアーで取るアクセサリーのこういった見習いとかタックル丸とかは正直そんな大事じゃないかなというふうに思いますね。はい、アフーの説明は以上ですね。はい、こんな感じでカフーのスキル選び、それから遺跡特訓選び、それからアクセサリー選びっていうのをやっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。